ボブホーナーです。違うか。吉田サラダです。We love スワローズ。ということで、沖縄のキャンプもですね、第3クールまで終了いたしまして、ここで、古田敦也臨時コーチが、もう帰っちゃうと、いやー、寂しいですね。もっといてほしかった。もっと、ずっとシーズン中もいてほしいなーって思うんですけども、まあ、古田臨時コーチが来てくれたことによって、ヤクルトスワローズめちゃくちゃ活気づいてますよね。もうそれをひしひしと感じるんですけども、やっぱりブルペンでね、直接ピッチャーの球を取ってくれた時なんかもう感動しました。もう現役レジェンドの石川投手のね、球を取ってるって言った時はもうなんかタイムスリップしたかのような気持ちになれましたし、そしてね、エースのライアン小川投手の球を取ってくれて、そして未来のエースの奥川投手の球を取ると、いや、奥川投手もね、ピッチングの後、古田コーチにね、話を聞いてめちゃくちゃいい経験になったんじゃないかなって、もうレベルアップに絶対つながるなと思っております。あとですね、キャッチャー陣ですよね。キャッチャー陣、もうムーチョがね、古田さんの教えで、古田さんのキャッチングっぽくなってきてるらしいんで、これはめちゃくちゃ期待できますよね。あの、古田さんのフレーミング技術、ストライクゾーンを普通より広く見せると、ボール球なんやけどストライクって言ってもらえる球がもう1試合にね、まあ2、3球らしいんですけど、そういう球は。でもね、その球で試合が左右されるらしいので、やっぱりね、このキャッチング技術の向上、これはね、かなりヤクルトのチームレベルを上げていくなと思ってめちゃくちゃ楽しみなんですけどもね、もうね、古田臨時コーチ本当来てくれてありがたかったんですけど、やっぱりよく言えばユニフォームちゃんと見たかったなと、古田さんの。もうなんかね、古田さんがちょっとヤクルトスワローズに戻ってくることもうないんちゃうかなって諦めてたんですけど、この臨時コーチされることによってもうね戻ってきてもらいたい欲がめちゃくちゃめちゃくちゃ溢れ出てきております。いつかね、もういつか古田監督見たいですよね。もうそうじゃなくても毎年臨時コーチでもいいんで、絶対にヤクルトスワローズに関わっていてほしいなと思っております。他の球団には古田さんは行かないで、古田さんはもうヤクルトにユニフォームしか似合わないと思っております。本日は以上です。午後スワローズ。